はい、ハロフジと申します。 FIFA14 のね、なんだっけ、ワールドカップモードだっけな、新しく増えたやつでね、アジアあった日本、じゃあ使っていこう。1戦目の相手に合わせてるかな。でアジアのどこだっけあれない、もしかしてない感じ、南米の、じゃあ、互角くらいのとことやるか。まあ、これでいいだろう。お、長友。アマチュアじゃないと俺負けちゃうからね。いや、でも、まあ、でも、もう、俺もアマチュアを卒業できる時かもしれない。6分にしよう。もしかしたらこれエアコンの音が入ってるかもしれないな。いや、日本、使えなかったもんな。お。えい。やっと日本が使えるっていうね。皆さん、こんにちは。今日の試合の実況は私、西岡。解説には堀池匠さんをお迎えして、この熱い一戦を伝えていきます。あれが本田か。よろしくお願いします。これね、いい試合を期待してます。そうですね、よろしくお願いします。やっぱ強いなアルゼンチンは。でも遠藤、強い当たり、フリーキックとなります。ホンダだな、やばいぞ。あ、守護神、守護神、くそー、強い強い、コンピューターが強い。じゃあ1点返さないとな。いや、ダメだ。本田圭佑です。でもパスをつなげられるな、これなら。本田圭佑。本田？あ、本田だ。今ダメだ。おし、無理やり突破じゃない、無理だ、無理だ。あおー。あおし、惜しくはないな、今な、もう。見えた。あれあれ、誰にパスってんの今。うん、こぼれます。先に反応する。よし、あーダメだダメだ。よし、もう一回もう一回、おっ、痛い。うん、激しいプレス、激しい。だから絶対ボール跳ねるやんもんね。ああなるだろうな。長友佑都。よし。あいつらなんかすげえ蹴りすんな。強引じゃね。よし、やっぱ体格差があるんだな。でゲーム越しでも分かるわ。ああ、キーパー名前長いな。何これ、なんとかなんとかなんとか。よし、ああよし、ほら、よし、あ、ダメだ。おーし、本田来たぞ、ここで。あ、ダメだあえてね、あえて外したんだよ。よし、ダメだ。あ
強いなアルゼンチン。徐々に前に押し、俺が出してるな。お、カウンターアタックのチャンスを生かし切れるでしょうか。よし、カウンターアタック。うわぁ、もうちょっと言っておけばよかったな。やっぱりホンダで決めるか。よし、本田圭佑はプレーに絡んでくる。足遅くね、気のせいかな。やべえやべえ、ボールを奪いに来ました。ああ、しまった。え、マジで、ちょっとちゃんと取れよコンピューターよ。オフサイドですね。ホンダか。ホンダはあれだな、もうゴール前でボールを上げないと追いつかれちゃうな。おらっていっ、あくそ、なんてうまいスライディングなんだ。全然もう前にはいけるけどシュート力がないな。もっと中央に寄せて、えい、ボールはまだ生きています。ボールはまだ生きています。よし、あ、ダメだ。何気に抜くのがむずいんだよな。おお、オフサイドって言われるじゃないだろうね。いた？あと、あ、あれゴールキーパー。コーナーを得ました。点差を広げたいところです。超色分かりにくいゴールキーパー。あれが赤色ってことだけだな。ヘッドで来た。シュート。もう1点決められたらもう俺終わりだからな。はい、注意パス。超危ないね。おう、どっからだと、こう行ってこうだな。なんで、ホンダでしょ今のは。あ、ホンダか。名前見る余裕すらないんだよな。うわ、きついな。なんか変わってるな、時間のとことかも。まだまだ前半1点とかもうありがちなあれだしな。エンド、ホンダの全力ダッシュをまだ1回見てないぞ。その前にボール奪われるんだよな。やべやべ、よし。二人で囲んで、よし。あ、くそ。はい。まだ審判にバレなきゃなんてことないんだよね。ホンダはどこだ？あれか。あれ無理だな。あ、もうちょい右だな。ん？うん。足早っ。ホンダ当たり強いんだよな。タックルやん。だほら。すげえ当たりに来る。よし、えい、テクニカルプレイ。お、決めますよ。シュ
高すぎた。今鼻さんかったな、丸ボタンを。遅すぎたな。美味しいとこだったのにな。パスがよく繋がっています。いいタックルだ。ボールをキープしました。よし、あれ、うん。結構冒険するなパス。本田圭佑。よし。いい形でゴール前に。あ、ダメだ。客席は落胆の雰囲気に染まります。スローインでゲームは再開されます。うお、投げるな。投げるな。タッチライン際でボールを奪いました。あ。よし、押すぞ。おう やばいこれじゃやばい。ボールをキープできるか。本田圭佑。ああ、しまった。おし、あ、ダメだダメだ。止めろ。しまった。どうした。オフサイドか。ここで一人交代です。体力的な交代でしょうか。くそやばい、点取らないと。オフサイドか。今の見て分かるオフサイドだな。素人目でも分かるよ。何お前らもう。オフサイドの応酬やん。本田。ダメだ。滑って止めに来ましたが、これを冷静にかわします。止めろ。ディフェンダーを抜いた。やばいぞ。危ない。さすが川島。オレイ。あ、無理だ。よし、で、まだ。岡崎慎二。うわ、走るな、あいつ。くそ、華麗なターンが。よし。今なら薄いぞ。あ、しまった。いや、まだだ。さあ、スタジアムのテンションが。もうやばい。ああ。焦りがすごい、もう。豪快なプレーをさしている。負けちゃダメなんだよ。だ。審判は。どうした。何があった。なんだなんだ。うん、知ってる。まあ知ってるわ。頭でのシュート。危ない。危ない。いけ、本田。くそ。本田ドリブルで抜けれるような選手じゃないな。俺の場合は。もち中まで落ちる。超連続尻もち事件だな。あんな荒いプレーはやっていいのか。長谷部が行きます。うわ、素晴らしいタックルです。まだだ。マニュエル・ルイ・バルボサ。これはもうやめろハゲ。もういいよ。負けと分かるとね、すぐ豪快なプレーをしやすいもんだよ。これは決定。ボールがフリーになりました。オレイ。くそ、正面から届け。さ
どうしたどうしたあ、やばい、レッドカードじゃない、イエローカードだ。ここで選手の交代です。フレッシュな選手を投入します。 Y イエロー、あ、じゃあ Y エンド。果たして誰でしょうか。打ってきましたが大きく外れてしまっています。ああ結果を大きく外れてしまいましたが、しまった。この積極性は忘れないでほしいですね。内田篤人、本田圭佑、よし、危険な位置です。緊張感が増してきます。ほら、あれあれ、相手のプレッシャーを弱めました。はい、ボールに飛び込んだ。本田決めてくれ、日本の未来よっとおお、すげえ、ちょうど90分うわ、今の入れたら超かっこよかったのにな。俺これで入れたことはないんだ。悪いかも、負けだな。えい、あいの成功の仕方が知らないんだよな。いいカットです。一旦攻撃を防ぎます。4分4分4分短いな。ハーフタイム60分くらいくれればいいのに逆転はできなかったな。シュート、あくそ、ゲームはもうスコアでも内容でも圧倒的です。えい、今度はしっかりとキャッチ。こっちか、まだまだ続くの。終わった、試合終了のホイッスルが吹かれました。